こんにちは。速稼塾のコブです。まあ、頑張れって言葉はね、まあ、言われて負担になったり、プレッシャーに感じたりっていうのも確かにあるんですよ。それから、随分安っぽい言葉にもなってます。ただですね、頑張れという言葉を誰が誰にかけるのかによって、ものすごく励みになったりね、エネルギーが湧いてきたりとかするわけなんですよね。結局、頑張れという言葉っていうのは、誰が、誰に向けて言ったのか、誰が誰から受け取るかによって効果が変わってくるんでしょうね。私は介護の仕事をしていてね、ある特定の人には頑張れという言葉は使わないようにというふうな指導もあったんですよ。その意味っていうのは聞いた時に確かになと思ったんですね。ただ信頼関係が高まってくると、頑張ろうねと言った方が、言われた利用者さんも、うんっていうふうにね、頑張れることもあるんですよね。まあ、一般論で言うと、やらない方がいいんですけども、個人的な関係が強くなると、時にね、励ましっていうのは、すごい力を生むんだろうな、というふうには思ってますけどね。で、深みのあるという言葉ですよね。深みのある言葉や深みのある、まあ、教えというのかな。体験とかね。それはね、どういうことなのかっていうのは、いくつかの例を用いてお話ししようかと思いますね。まあ、例えば受験ですね。受験で一つの合格を勝ち取るとしますよね。その合格という現象の裏にはね、合格に結びつくための様々な人、様々な努力、様々な時間の過ごし方があったと思うんですよ。例えば、誰かがね、やった、合格した、万歳。しかも、まあ もしね、その人が本当に求めていた何か成果を得て、そこに合格したとしたら、きっとその人のそれまでの道筋を知ってる人は様々なことを思うでしょうね。きっと、食べたいものも食べずに合格した、苦手なことをやり続けて克服した、その暁に合格した、途中体調を壊して焦りもあったけども、でもしっかりと落ち着いて自分のコンディションを整えて、またね、軌道を戻してその受験に合格した、様々なストーリーが浮かんできて、まるで走馬灯のようにね、その合格を心から喜べる人と、ただその人との関係があまりなく、やった合格したっていう姿を見ておめでとうっていうだけのこととかね。それから自分も何かをやり遂げて認められて合格した覚えがあったのを思い出して、その人の合格に対して、いや俺も似たような経験あったな、おめでとうみたいな感じで言ってあげるのか、もしくはね、何にも合格できずに、誰にも認められずに、その人の合格にさえ妬みを持って、ち騒いでんじゃねえよみたいな感じで言ったりとかね、様々あるんじゃないかなと。で、深みのあるっていうのは、結局そのやった合格したっていう風に喜んでいる人、もしくは何かのポイントになる瞬間を送ってる人に対して、掘り下げて考えてあげれることかなと思うんですよね。まあ、花良さんが25万円のね、売り上げを出しましたというふうに言われてましたけども、25万かと。小さなことを積み上げて、ついにそこに来たんだなと。だから、1日の売り上げが25万というよりも、それまでの人生を過ごしてきて、何月何日に、そのトータルの売り上げが25万になったというね。1日の売り上げというよりも、それまでの人生全部をつぎ込んで、その日にたまたま現金化された金額が25万だというのかなんですよ。これについてはね、ある画家の、例がよく引き合いに出されます。まあ、絵をね、頼まれて、さささっとね、15分くらいで描いたんですよ。で、頼んだ人が、いくらって言ったら、あ、この絵はね、30万になりますっていうふうに言うんですよね。で、その絵を頼んでお金を払う人が、あんたもいいよね、と。さささっと15分20分で1枚の絵描いて30万になるんだからいい商売だよって言うんですよね。で、お金を渡して、はい、ありがとうございましたって絵を渡して商売が成り立ちました。
で、絵を描いた人はこう言うんですよ。この絵はね、15分で描いたんじゃないんですよと。私の年齢が今65歳、つまり65歳と15分をかけてこの絵ができたんですということなんですよ。で、その言葉を聞いた時に、あ、これは深みのある言葉だなと私思いましてね、ちょっと覚えておくことにしたんですよ。まあ、というのが、人間ってのは今日単体でいきなり生まれてきて何かをやってるわけではないんですよ。それまでの道のりがあるんですよね。悔しいことや嬉しいことや楽しいことや厳しいこと、さまざまな経験を通じて今日という日に一つの成果物ができるんですよね。もしくは今日何も成し得ない、成し得ることがないとしたら、その人は今までの人生にずっと積み上げてきたものがそれほどのものだったってことなんですよ。はい、それじゃあね、もう一個例を申し上げましょうか。ちょっと長くなって恐縮なんですけども、こういうふうなね、武術に構えがあります。そして組手と言いましてね、まあ練習試合みたいなもんです。やるときにこうパンチを出して、ね、突きを出して、相手の人がね、そのパンチを避けてカウンターを食らわせてきたわけなんですよ。パシッとね。それを見て何を感じるかなんですよね。たまたま技に対して技で返してきたかなということではなくて、あ、この人はパンチが飛んできた時のことに対してね、何回もこの練習をしたんだろうなと、どのぐらいトレーニングしたんだろうかと、さまざまな技の応酬の中で大振りの突きをスパッと出した時に、その人はさまざまな技をね、繰り出すものに対応しながら、この決めに行った一手を確実に見抜いて受けてカウンターを食らわしに行ったと。どのぐらい練習したんだろうか、どのぐらい走り込んだんだろうか、どのぐらいうまくいかなくて練習の時に顎にパンチを食らったんだろうか、誰を想定してそのトレーニングをしたんだろうか、そしてその組手に至るまでトレーニングの相手は誰だったんだろうか、何を思いながらやったんだろうかっていうことをね、その出した突きに対しての交差法って言ってね、カウンター受けて打つ、この一点に対して相当思いを巡らしたというのが、先制して突きを出した人の感想だったらしいんですよ。というのが、その突きを出した人も同じ受け技をね、何回も練習したんですよ。だからその組手を行った2人っていうのは、また信頼関係が高まってね、いや、あいつ相当練習してきたなっていうふうにお互いに思って、その組手を終えたそうなんですよね。だから、いや、次にあいつと組手やった時に、あ、侮れないなと、サボってるって見抜かれちゃいけないからまたやらないとっていう感じで頑張れたという話なんですよね。この2人の間には会話はありません。頑張ったなとか言わないんですよ。でもその組手が終わって、うっすと言って別れてね、それからそれぞれの道場に帰った時に同じことを思っているというふうに私は想像したんですよね。こういうふうに一つの出来事、一つのアクション、一つの言葉からさまざま展開して、それこそね、展開して、こんなことがあったんだろうな、あんなことがあったんだろうなっていうふうにどのぐらい思えるかということが、まあ、深みなんだろうなと思います。これに対してはですね、アクションを起こした人にも、そのアクションから受け取る人にも、両方に深みがなければこの深みっていうことは出てこないんで、両方を尊重した言葉になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そう考えるとね、最後にこの老害って言葉を例に出して言わせてもらいますけども、お年を召された方にね、老害という言葉で、何か、不満をぶちまける人に賢い人はいないなと思うんですよ。というのがね、表現しにくいイライラモヤモヤを老害という誰かが作った一言によって片付けてしまおうという、そこに短絡さがあるんですよね。で、人生に深みがあると、この老害という言葉を使うことによって自分にもその言葉がそのまま跳ね返って、その呪いの言葉はね、自分をも蝕むというふうに気づくはずなんですよ。さあ、これはどういうことなんでしょうか。老害という言葉を使うことによって、
使った自分自身を見ている人がいる。そして何よりもその言葉を使ってしまった自分がいるという事実が永遠に消えないってことなんですよね。よく言います、若者笑うな来た道じゃ、老人笑うな行く道じゃ、ということなんですよね、確かそんなことわざだったと思うんですけどね。それを今日のタイトルにしようかと思います。それでは行ってらっしゃい。